体も不自由になるしね、だんだんと。でいつまで参れるかわからんけど、まあ、8月6日はね、やっぱり家族だけでもなしにね、みんなのためにね、やっぱり冥福を祈るという意味で、あの朝早く来るんですよ。何年経ってもね、こうちょっと目をつむったら、あの日がのことが頭へ浮かんでくるけね、これは忘れることはできんだろう、あの悲惨な、ね。黙祷。今年7月、国連では核保有国や核の傘の下にある国々を除く122カ国の賛同を得て、核兵器禁止条約を採択し、核兵器廃絶に向かう明確な決意が示されました。日本国憲法が掲げる平和主義を体現するためにも、核兵器禁止条約の締結促進を目指して、核保有国と非核保有国との橋渡し役に本気で取り組んでいただきたい。真に核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国と非核兵器国双方の参画が必要です。我が国は非核三原則を堅持し、双方に働きかけを行うことを通じて国際社会を主導していく決意です。平和首長会議代表。